しまおうよ。その先は髪が払い長いの意外と雨降ってきたのかな。まだこれぐらいの雨なら大丈夫です。まあ、ただ本当に気を抜いた土砂降りの雨が来ますからね。今日は気をつけないといけません。さあ、避難所で あっという間に鏡ヶ原。ああ、電動で車買いないですからね。まあ、逆に言うと、特に急いでないですからね。だって、カットボスじゃないね。うん。逆に言うと平穏に発生すぎちゃうんでね、ちょっと緊張感が抜けがちになりますからね。そこら辺言うのだけね、気をつけないといけませんからね。こういうのは何かいいね。さあ、どうもまた来ました、権現山トンネルね。山を抜けた先のところではね、急に天気がポーンと大雨だったりとかっていうこともありますので、それはちょっと気をつけた方がいいですね。まあ、この今の気候の場合は南から北に抜けるときはそうでもないですけど、秋口とかだとね、北からの方に行列する風が立つので。北側の方に抜けたときに雨が降ってくるっていうことは多いですよね。まあ、今の時期はどっちかというと逆のパターンが多いんで、北から南に抜けるときに、気をつけないといけないっていう感じがするんですけど、そういう今回のような雨雲だとね、山を越えたときに、関東、雨雲が滞在していくと思いましたね。どうかな、降ってる。まあまあ降ってますね。ダメ。あ、降ってんだっけ？この服は。あ、そうです、それだ。ひどい好奇心鏡ヶ原トンネル、トンネルよっしゃ、明るいのかなトンネル。
ね、自分が雨を降っていくとですね、思ってんな。トンネルだと乗っててもちょっとあの肩が狂いますから、ね、意外と登ってんだからそういうの。ああ。OK。長いトンネルですかね。やっぱパワーあるな。そういうところはやっぱちょっとパワーのある車が力の差出ますね。ね、山の天気ですね。これは天気の地に入ってもうすぐ天気インター降ってる。で、無駄に始めたね。よしよし、さて、今ドライブイン、ちょっとそこで休んで。そうかな、あそこら辺で一回休むから、その先のルートのね、チェックもあってと思ってたんですけど、なかなかわか、思ったら雨が強くなってきたんだよな、降りにくい。そういうのも活かしたいですね。まだ高山まででも110キロあるからな、まだまだあるよこれ。前回の倍走らないといけないですからね、東海奥行くの。前回も相当あるなって言ってましたけど、車で行くっていう前提で言えば、そのリュークよりも行きにくいですからね、大変ですからね。電車だとね、もう、金沢までね、どーんと出るのであれですけど。まあ、富士雲、席から席に来たのか、そういえば。三重の席からね、席のダイブリンから席のインターを回ってたんですね。まあ、間違えてた時はこういう行き方がいいですよ。電車だとちょっとややかしいですからね、席は。うん、はい、はい。へい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 。レッスンは空いてないと思うんだよな、もうこの学校は。乗用車は、
まあ、よっ。はい、出る。あ、自分で相手っぽい。よし、じゃあ、もう。うん、トレーの満杯につきましたよと。ということでね。あ、一応中空いてるっぽいな。ちらっと食べてこうかな。ちょっと屋根伝いできるんですね。ここ、ちょうどいい雨の日いいや。じゃあそこでトイレ寄って、ちょっと中で買い出してもできたら、また買ったりしていきましょう。よいしょ。